どうも、じっさまです。一人だけでも種馬兄弟です。どうも、じっさまです。今日はプレイステーション3、プレイステーション4専用ソフト、ガンダムバトルオペレーションネクストの機体紹介をしていきたいと思います。意外と YouTube 見てても、このイベントじゃない通常プレイで手に入る設計図等で作れる機体の紹介っていうのを見かけなかったんで、ちょっと少しずつ、まあ、じさまが持ってる機体だけですけどもね、紹介していこうかなと思います。で、レベル12、プレイヤーレベルが12からかな、になると、設計図が出てくるように、落ちるようになる機体の一つ、エールストライクガンダムを今回は紹介しようかなと思います。ガンダムシードの機体ですね。その辺のレベルになってきた人たちっていうのは、いろんな機体作りたくなると思うんですけど、意外と作ってからあんま使えねえなとか思うことがあると思うんで、実際動いてるところを見てもらって、まあ、ちょっとでも参考になればなと思います。さあ、エールストライクのどれだ、ボタン、攻撃ですね。はい、こんな感じになっております。メイン攻撃がビームライフル、威力130、なかなか高いですね。射程500、弾数が10発、非常に多いですね。で、サブ攻撃がバルカンですね。はい、これは弱いですね。まあ、敵の体力がものすごく少ない時に削るようなことによく使いますね。特殊攻撃1、回避行動が各方向。そして、格闘攻撃が、まあ、ビームサーベル、格闘ビームサーベルというふうになっております。はい、ということで、まあ、この機体は初期機体からちょっと抜け出した M1 アストレイという機体のまんま上位版という感じですね。ちょっとビーム耐性が低いんで心配ですけども、まあ、動き自体はアストレイに比べて少し歩くのは早いです。そして、まあ、ビームライフルは通常ぐらいですね。マスタリーを攻撃に思いっきり振ってるので、ちょっと攻撃力が高くなっております。はい、一番要な攻撃がこのメイン攻撃のビームライフルしかありませんので、これをうまいこと使っていけるといいかなと思いますね。はい、非常にマニュアル射撃が重要な機体になりますので、一気にダメージを与えるにはマニュアル射撃っていうことになりますね。ビームライフル2発当ててバルカンでひるみ取って、マニュアル射撃で落とすようなことができたらかっこいいですね。あと最大の特徴として、アストレイと一緒なんですけども、回避行動っていうのができます。一瞬無敵になれるんですね。これは、計3回ストックできるんですけども、まあ、これがかなり優秀でして、まあ、この回避行動と緊急回避を利用することによってかなりの生存率を誇ることができます。はい、ちょっと動かしてみましょうかね。くる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 、はい、こんな感じですね。ふいっという感じですけどもね。そしてこの回避の、緊急回避の特徴としましては、ブーストをある程度減らして、ブーストを回復しながら、回復し始めですかね、し始め、地面を歩いている時なんですけども、し始め中に使うとブーストがその間回復し続けるという特徴がありまして、これを利用するとさらに長く生き残れることができますね。こんな感じで回避回避回避、さあ、ちょっと歩いて歩いて回避、ちょっと歩いて歩いて緊急回避、逃げる逃げるっていうような時に使えますね。はい、非常に生存率が高い機体となっております。まあ、あとは機体がちっちゃいんですかね。昔の、何て言うんだろう、ゼータとかダブルゼータとかニューガンダム、ユニコーンとかに比べるとかなり機体がちっちゃい、おかげなのか、
動きが軽いような気がしますね、若干。はい、なんでとてもバランスのいい使いやすい機体だと思います。ただザクとか、まあ、初期機体で例えばザクとかストライクダガーみたいにバズーカのような武器がないので、一撃で吹き飛ばすような武器を持ってないので、まあ、中継を取ったり中継を守ったりとかいう狭いところで戦闘するのはあまり得意じゃないかなと思います。あとはビームサーベルですね、まあ、通常の2回切りと横からの切り込み、そしてちょっと特徴的なのが、下角ですね、ジャンプして切ることができます。ちょっと奇襲になったり、まあ、全然当たんないんですけどね、これね、意外と使える場面があんだったら教えてほしいです。まあ、意外あんまり格闘する機体でもないかなって気はするんですけど、うまいこと飛び回ってちょっとずつダメージを与えよろけたらマニュアル射撃というようなことができていけば、知らぬうちに、まあ、上級者の仲間入りをしていくということになると思います。実際は実際の戦闘でこんなうまくできませんので、まだまだ初心者ということになりますがはい、見てくださってる方々はおそらく実様よりは上手でしょうから、はい、戦場で見つけたらカモにしないようにしていただきたいと思います。ということで今回はエールストライクガンダムを少し紹介させていただきました。非常に上手でないレビューですけども、もしちょっとでも参考になったよっていうんでしたらありがたく思います。はい、またね、チャンネル登録もしていただければやる気も出ますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。それではもしここまで見てくださった方おられましたら本当にありがとうございました。